はい。じゃあ、皆様、こんにちは。トングルチャンネルへようこそ。どうも、トークン、トングルです。はい。今回はですね、パワーディレクター、ね、やり方のね、一部をね、ちょっと紹介しようと思うんですけど、今回はですね、何をやるかというと、再生速度のやり方ですね。皆さんもですね、衝突実験とか、ドミノとか倒したりすると、スロー再生とかすると思うんですけど、今日ですね、そのスロー再生についてですね、今日はですね、説明していこうと思います。じゃあね、今からやっていくんですけど、今回もね、このパワーディレクターのアプリをね、使っていきたいと思います。それではですね、動画の方ね、再生速度などを紹介しつつね、この機能のやり方についてもね、説明していきますね。動画はですね、ここの、ね、わかると思うんですか？メディアルームで、ここを押してもらって、ね、動画の方、画像の方、ね、選んでください。で、どの動画がわかりやすいですかね？これはね、ちょっと画面がね、ちょっと、今ね、ちょっと見えてないんですけど、見えてないと思うので、ちょっと、どれが分かりやすいかな。どれにしましょう。これにしましょうか。じゃあ、とですね、じゃあこの動画を、この動画、遅い速度にしてどうするんだっていう意味なんですけど、一応ですね、やっていきたいと思います。ちょっと待ってください。ちょっとこれですね。ちょっとこの動画、短すぎですね。ちょっとこれだと、視聴者さんにね、ご迷惑をおかけしてしまうのでね。じゃあこれにしましょう。じゃあこの動画をですね、速度を変えたいとしましょう。で、ここをね、こうしてもらうともう出てるんですけど、こちらのですね、ツールをね、押してもらうと、いろいろ出てくるんですけど、ここにですね、再生速度とね、出ています。で、ここを押してもらうと、ですね、こういう風にね、画面表示されるんですけど、ちょっと僕もね、これ今やったことないので、ちょっと動画でやってみようかな。これですね、これが再生速度かな。これをちょっと流してみます。ちょっと多分ね、みんなからはね、ちょっと多分画面が見えていない。これね、画面とかキャプチャしたやつをね、ちょっと提供しているので、ちょっとわかりにくいと思うんですが、ごめんなさいね。皆さん、こんにちは。ちょっとこれは普通だと思うんですけど、逆にこれを上げたらどうなるって言うんですけど。そういう、あれですかね、そういう方ですか。早いですね。ちょっとこれは早すぎですね。逆に遅くしたらどうなるんですかね、これは。遅い遅い。ちょっと変ですね。はい。これでね、これはこれで速度を変えたのはいいんですけど、最初から最後までちょっとスローするのは、ちょっとですね、皆さんもですね、この時からここまで速度を変更したいってなったら、ここですね、新規の動画長さをですね、こうしますとですね、いろいろ出るんですけど、これ5秒からになってるじゃないですか。しかし、これをですね、時間変えるんですよ。例えば、これをですね、10秒としましょう。何秒しかしません。これで流しをすると何秒から始まるのか。ちょっと言いますね。じゃあ、いきます。3、2、1。ちょっと長すぎですね。遅いですね。ちょっとね、この新規の動画長さっていうのは、最初は標準でいいけど、途中から速くしたいっていう方は、ちょっとですね、ちょっと、僕もですね、わかんないんですけど、はい。で、この選択した範囲ですけど、
これね、設定した前に押してしまうと、画面キャプチャー見てもらうとですね、実行すると動画速度に適応した変更は削除されてよろしい、実行しますかって載ってるんですけど、これを OK 押してしまうと、もうここのね、設定したやつが全部消えてしまって、まあ、キャンセルするとまあそのままになりますね。じゃちょっとね、ちょっと削除してもいいので、これは別に。ちょっとやってみましょう。例えば、ここを、あ、いけないですね。多分ですね、このタイムシストの制作ですね。ちょっとここを押してもらわないとできないですね。あ、ここにありますね。こっからここまで、ここの範囲からここまでっていう、あ、ありますね、これ。じゃ、例えばこれを標準で、まあこれを、まあここまで、まあこの36秒としても、36秒かな、これは。わかんないんですけど。まあこれをですね、速度ね、変えてみます。ちょっとこれでね、どうなるかちょっと検証してみましょう。じゃあ行きます。あ、ちょっと待って、多分皆さんの方には画面行ってないので、音声だけでちょっと聞いてもらわないといけないんですね。そうですね。またね、キャプチャーしたやつをね、お届けしますので、ご了承ください。いやですどうかね、な？アジサイが入っていてね、めっちゃ綺麗なんですよ。綺麗だと思った方はね、チャンネル登録とね、高評価お願いします。あ、ちゃんとじゃあ早皆いでさん。すね。ちゃんと早いですね、やっぱり。ま、全体を早くしたい、再生速度を変えたいっていう方は、こちらの右ね、右じゃない、左の、クリップ全体を押してもらえば、ま、全体の再生速度を変えることができまして、で、この選択した範囲が、まあ、最初、全体じゃなくて、まあ、ここから、ここの範囲だけでいいっていう、ね、そういう設定ができるのでです。で、例えばこれで OK を押すと、もちろん保存されますね。ここにツール、動画速度って、まあ、載ってますね。まあ、皆様ですね、まあ、ドミノ持ってる方はですね、まあ、さ、あの、スローでね、再生したらね、いいの撮れるんじゃないかなって思いますね。今日はですね、ですね、このパワーディレクターのでの編集の、動画速度の変更の仕方とか、やり方の方をね、説明させていただきました。ですね、ちょっとですね、アップデートすると、ちょっと画面が異なるのですが、皆さんも、パワーディレクター使った時はですね、多分この画面にはなっていると思うのでね、この動画を見てですね、やってもらえばですね、やってもらえば、まあ、できるんじゃないかなって思いますね。最後ね、ご視聴いただきありがとうございました。